皆さんおはようございます。始まりました、私たちの冠ラジオ、カカカブブブキキキのラララララジオ。はい、本日がなんと最終回です。いや、3ヶ月続いてきましたが本日最終回です。このラジオは歌舞伎町から世界へ、令和の歌舞伎ものこと、カカカブブブキキキが横浜の朝に歌舞伎ポップ旋風を巻き起こす新感覚アイドルグループが毎週様々なゆかりあるアイドルをゲストにお届けする人類必聴の30分になります。今回は私たちカカカブブブキキキの選抜メンバー4名でお送りしていきます。お願いします。お願いします。皆さんはね、これからお仕事やお休みの方もいるかと思いますが、月曜日から毎週お届けじゃないですね、もう終わりですね。寂しいよ。はい、寂しいですが今日も一日頑張っていきましょう。はい、はい、ということで、そんな私たちですが、うんうん、歌舞伎町から世界にをコンセプトに、うん、新宿歌舞伎町に専用のシアターを持っております。はい、そして総勢18名で3年後の武道館を目指して活動しているアイドルグループでございます。よいしょ。はい、そしてシアターはですね、新宿区役所の隣のビルの4階で、うん、普段は専用のシアターで毎週月曜日から土曜日まで夕方の5時から0時まで1日4公演しております。うん、詳しくは公式のホームページや SNS でカカカブブブキキキ調べる際はカを3つ、ブを3つ、キを3つで調べてみてください。お願いします。お願いします。はい、というわけですね、早速簡単に自己紹介をしていきたいと思います。うん、私からいきますね。はい、お願いします。みんなの心に花を咲かせるフラワーラビット、うーちゃんことうらんです。よろしくお願いします。うらー。はい、夢見がち文学少女はるです。よろしくお願いします。はる。一塁二塁三塁塁、いつでも全力投球、野球大好き塁です。お願いします。塁。はい、みんなのハートは静かみゆう、つぶして食べちゃうぞパクパク、驚かしはもち朝木です。お願いします。お願いします。間違えた。はい、本日は以上の4名でお送りしていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、このラジオの放送中、皆様からの質問も大募集しております。うんうん、ハッシュタグカカカラジオをつけてツイッターに投稿、もしくはサルース公式 YouTube のチャットに投稿をお願いします。はい、お願いします。質問はですね、後ほどたくさん答えていきたいなと思います。はい、はい、それでは早速ですが、今日のコーナーに行きたいと思います。はい、まずはこのコーナー、振り返りコーナー。イエーイ。なんともコーナー名が、はい、そのままそのままです。はい、題名の通り振り返っていきたいと思います。うん、おー、なるほど。はい、2代目選抜メンバーとしての活動も、うん、もう今月いっぱいということで、うん、そう長いようで短かったこの3ヶ月ですか。うん、そうだね。はい、ちょっといろんなことがね、うん、ありましたけども、うんうん、ちょっとみんなの印象に残ってることとか一番の思い出とかを今日は聞いていきたいなと思ってます。うん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 、あ、なるほど。まずさ、このグループは18人メンバーがいる中で、うん、7人の選抜メンバーを選ばなきゃいけないんですよ、まず。そうなんですよ。で、その7人の選抜メンバーがじゅんぐり期間を決めて活動していくんですけど、うん、初代があって、うちらが2代目、うん、ということでですね、うん、2代目といえば、うん、なんかやっぱ一番最初からでっかいイベント出たんじゃない。そうだよね。もうね、2代目はね、ちょうど私と朝木が新しく入ったタイミングだったんですけど、うん、いきなりステージ5月4日に立ったのが横浜ブロンテさんというね、結構大きい会場で、うんね、うん、もう練習期間もね、新曲とかの練習期間も全然なかったので、すごい緊張したよね。うん、いやもうね、バタ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 みたいな感じだったね。なんかね、忘れらんないの、朝木の不安な顔が。なんか結構うーちゃんは器用ね、うん、楽しみながらやってるって印象だったんだけど、あさきはなんかとにかく時間がないことに焦らされて、うん、なんか、あの、春こんなに選抜って大変なの、可愛いな言われた覚えがすごいあります。覚えてる覚えてる。確かに、うんうん、ちゃんと準備したい派だったんで、そうだよね、こういう感じと思って、うんうんうん、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、うんうん、いやでも本当にね、なんかあの日が私一番忘れられないかも。どの日、ね、どの日、その初日、あ、初日ね、お披露目の日、初めてシアター以外の外のステージに立って、うんうん、なんかね、緊張してたんだけど、うん、出た瞬間、あのファンの方の目がキラキラしてて、うん、そうだな、
引き込まれそうになる感じがした、うんうんうん、すごいいいこと言うじゃん。めちゃめちゃいいこと言う、ね、うん、いや本当にあの時はさ、ただの大きいステージっていうよりは、うん、なんかショーレース系っていうか、うん、ちょっと戦いのイベントだったので、うんうんうん、なんかファンのみんなと一丸になってたというか、うんうん、あの熱い気持ちをさ、うちらは初日から経験してるわけだから、うん、すごい強いよね。しかもなんか一つさ、エンジンの時に、うんうん、ゆうさん、うん、うちのメンバーのゆうさんが、うんうん、もうちょっと無理かもしれないけど、それが言ってた。すごい衝撃的で、うん、いやいや初代からいるやんと思って。そうだね。ユウはいつもそう。そう。結構それがすごい印象残ってて、終わった後もなんかなんだろう、うん、その結構毎回、うん、あの緊張はするけど、終わった後に楽しかったって言って泣いてる。可愛いね。感情が豊かで。始まる前も終わった後も泣いてる。可愛いと思って。本番中だけだね、泣いてない。そうだね。確かに。確かに。本番中泣かれたら困るよ。なんかうちらあともう一個さ、特徴的な、うん。のが初めてカップリング曲を歌ったグループ、あの2代目、ね、初代の時の CD はカカカマテとスターラインの両 A 面だったんですけど、うちらで初めてカップリング曲っていうものを手にしまして、かっこいいよね。かっこいいよね。カップリングね。で、カップリング言いたくなるよね。そう、言いたくなる。で、しかも、そのカップリングのレコーディングも2代目がやりまして、うん、で、なんか初めてソロパートいただけたメンバーも多分多かったと思うんだけど、ここがね、そう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 。そうだから、そういう意味では、すごいなんか自分らしさを発揮できた2代目かなとは思う。うん、みんな個性的で、うん、なんか、個性ぶつかることもなく、うん、みんなの個性が ねちょうどよくね、本当にすごいバランスよく、身長もないし、うんうん、なんかこうやりますって来た時が、うんうん、結構しかも言われてレコーディングしますも結構急だったじゃん、うん、急だったね。もう一度ね、その5月4日から始まっての、まあ、うん、フォーメーションとかもいろいろ覚えて落ち着いてきたなって時にまた来てまた焦ったよ、ね、うん、やばいやばいやばい、時間ない時間ない時間ない、常に焦る、ね、ハーセントはお披露目までも時間がなかったのよ。それがね、一番、まあ、結構焦ったよね。あれはやばかった。振り付けがやばいね。かっこいいですよね。そう、振り入れの日私体調崩しちゃってて、あ、来なかったね、振り入れに行けなかったんですよね、うん、だからそれもめちゃめちゃ焦った、うんうん、そうだね、みんなで合わせる時間なかったもんね。そうそうだね、それがすごいよなと思って、ね、いやでもハーセントはライブでやるとなんか気持ち高まる。え、わかるわかるわかる、うんうんうん、なんかやっぱかっこいいでしょ、私たち、うん、そんな気持ちになれる曲だよね。確かに、うんうん、結構振り付けも難しい、難しいっていうか、あのフォーメーション動きが難しくって、うん、会場によって、うん、やっぱこうバミリ感を合わせたりするのが、うん、大変だよね。ほんとここ最近のね、やばいやばいってなる時に、うん、後ろが詰まりすぎちゃってみんなこうやって、ね、なんかね、そろりそろりみたいになっちゃった結構難しいし、あの7人っていうのが難しいよね。まあ ね多いっちゃ多いかな。そう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 、ね、普通のライブハウスだったら、うんうん、でもなんかやっぱ個性的っていうかさ、他にはない曲だと思う、うん、他のアイドルグループさんではなかなかない曲だと思うので大切に、うんうん、後でね聞いてもらうんですけど、そうだね、うんうんうん、そうだね。で2代目になって多分このね、うん、冠ラジオも持たせてもらったと思うんですけど、うんうんうん、そんなラジオの思い出はありますか。何かラジオの思い出結構ね毎週やってたからね、うん、そうだね、うん、だから私はあるよ、あのね、ゆうさんと朝木の二人組がラジオだった時に、うん、周りの人たちがあまりにも心配をしてあまりにも心配をして、なんか春スケジュール空いてるみたいに言われて、うんうん、行けますけどって言って、なんか急にゲスト出演した回がありました。私が あったね。そうだよ、あれはすごい思い出に残ってる。それすごい聞いた、めっちゃ話題になってた。そうそうそう、みんな心配してて本当に大丈夫、来週あれだよねみたいな、うん、そう、めっちゃ言われた。でも朝木とあのゆうは、うん、当の本人たちは平気でしょみたいな、何、うん、みんな心配してんのみたいな感じだったんだけど、そう、そうそう、終わった後も、いや私たちダメだったかなみたいなこと言ってて、うん、いやそんなことはないんだけど、うん、そんなことはないんだけど、多分春来てよかったよ、あよかったよかった、乗り切れましたねなんかいろんなゲストさんが来てくれたからさ、で仲良くなれたじゃん。そうだ、ね、そうで、そうだ、ね、なんか対バンとかであっても仲良くなれたから。確かに私たちあれだよね、そうそうそう、ルイと私の会の時はエンさんの葵風さんが来てくれて、うんうん、この間もね、ね、対バンでねご一緒してお写真撮らせてもらって、ね、なかなか深まったなと思って。本当にこのラジオがきっかけでね、いろいろ、いや、あ、ないんです。実はねゲストを迎えたことがなくて。そうだよね、だって春出しゃばるから自分がゲストになっちゃったもん
ゲストの、ゲスト来るとちょっと迷惑。いや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 、ちょっと自分がゲストの枠を取っちゃう。そうそう、そうそう、ね、うるさいから。そういう人たちだと思われちゃうから。なんか最初のタイトルコールにさ、ゆかりあるゲストを迎え入れるみたいなこと言ってるんだけど、迎え入れたことないし、自分がゆかりあるゲストになっちゃったし、なんかごめんってすごい。レギュラーでしたね。そうですね。関しては。まあね、いろいろありましたけども、うんうんね、まあ楽しく。うんうんうん、そうだね、楽しい3ヶ月間、はい、3ヶ月間楽しかった、はい、本当にお届けできてよかったなと、ね、聞いていただいた皆さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこの辺で振り返りコーナー終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、振り返りコーナーも終わりましたので楽曲を流したいと思います。イエイ、イエイ。この曲はですね、5月4日の2代目選抜メンバーのお披露目と同時に初披露となった2代目選抜の始まりの曲となります、はい、そして7月31日の対バンライブをもちまして2代目選抜メンバーの活動はね、幕を閉じることになるんですが、まあ、これからもずっとラジオの向こうで聴いているあなたにもカカカブブブキキキを選んでほしい、そんな思いを込めてお届けしたいと思います、はい、それでは聞いてください。チューして。はい、聞いていただいたのはチューシティでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではここからはですね、皆さんからいただいた質問を見ていきたいと思います。イエーイ。ツイッターと YouTube の方のコメントをチェックしていきたいんですけど、うん、YouTube の方は朝日が見てくれてるので、はい、皆さん YouTube のコメントにぜひ質問などお送りください。はい、ではツイッター読んでいきたいと思います。はい、まずは森谷さん。森谷さんね、嬉しいこと書いてくれてんの。何？楽しみにしていた月曜日が終わってしまいます。だって、わかる、嬉しい、わかる、わかるよね。はい、カカカブブブキキキの魅力を改めて教えてください。だって、はい、じゃあそういうのは春お願いします。うん、今投げるやん、投げるやん。今すっごいるいちゃんを、うん、誘おうと思ってたんだけど、うん、多分さ、無理じゃん、無理じゃん。魅力はありすぎて困ってるんだけど、ルイが言うとちょっとなんかダメだから、春。わかった。はい。カカカブブキキキの魅力はですね、やっぱりこうやって二代目選抜メンバーがもう間もなく終わってしまうってことは、うん、本当に寂しいし、うん、多分ラストタイバンは泣いちゃうと思うんですけど、まあそうね、なんか本当になんかこうやって毎回、なんだろう、初代が終わった時もそうなんですけど、うん、なんか寂しい気持ちになったりとか、でも2代目が始まる時にはワクワクしていたりとか、うん、もうとにかくとにかくいろんな感情にさせられるんですよ、私たちって。でその度ね、すごい強くなっていって、なんかただの女の子じゃなくって、なんか心の強い女の子だから私たち、だからその強さがなんかパフォーマンスとしても出ているし、日々のシアターの公演でも出ているし、そのみんなの心の強さとか真の強さがこのグループの魅力なんじゃないかなと思います。いいこと言う。いやなんか春
るってすごいね。じゃあルイも言っとくね。あ、言っときな。あーっとね、私たちはね18人いるんですけど、うん、みんな可愛い、みんな面白い、みんな最高ということで18人に会いに来てください。お願いします。素晴らしい、とても分かりやすい。分かりやすいっしょ。分かりやすい、はい、ではね次うーちゃんにね行きたいと思う、うん、うーちゃんに直接行きたいと思う。そうね。なに、はい、ゆーちゃんからです。ゆーちゃんいつもありがとう。ありがとう。カンバレラジオお疲れ様でした。はい、特に印象に残った回を五七五で教えてください。これ面白いね。難しいね。頼むよ。うーちゃん頑張れ。即興で即興で、うん、いけいけいけ。考えるな考えるな。得意じゃんこれの、うん、考えるな感じろ。さあいけいけいけ。いきまーす。印象残った回ね。3、2、1、どうぞ。ふーちゃんの、はい、ユニコーンの名前、はい、ちゃん、ちじちじ。ちょっと待って、おー、いい、待って待って待って、正解分かる。ユニコーンの名前忘れたよ。はい、忘れました。マジで今度謝っといてください。ふーちゃんごめんなさい。最低。また教えてください。でもさ、この前ふーさんにお会いした時その話してなかった？じゃじゃじゃ、話そうと思った、話そうと思ったんだけど、うん、あまりにもふーちゃんが本当ライブ終わりで汗びしょびしょで、ね、申し訳なくて、うんうん、そんなこと言ってるもんじゃない。湧いちゃったんですよ。また再会したらね、うん、ちょっと聞きたいなと。そうだね、聞いとこうね。はい、やっぱね、はい、衣装とかがねすごいこだわってて、うん、可愛かったもんね。可愛かったなっていうのと、いや本当だよね、初めて の、 このゲストさん招くっていうので、うん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 、バカみたいに緊張してて、うん、あ、緊張したんだね私がね。普段緊張するんだ。緊張するよ。だって緊張するでしょ。うん、ちょっと女優なのでやっぱ表には出さない。はーい。じゃあ朝木 YouTube の方来てますか？ね、うん、YouTube は、うん、ヒデさんから。おー、ヒデちゃん、おー、ラジオをして初めて知ったメンバーさんの一面はありますか、だって。ラジオをしてからってこと？そう、ラジオとかで、うんうん、暴いちゃった本性。暴いちゃった、ないかな。いや、でもあるかも。ある？リカが、うん、結構上手。なんか私このラジオの初回が私とリカとツーちゃんだったの、うんうん、で、うん、ツーちゃんはラジオが好きじゃん、まあ、そうだね、うん、だからすごい知識もあって、うん、多分引っ張ってくれるだろうなと思って、うんうん、なんかで、リカは結構ちゃちゃ入れてばっかりなのかなと思ってたらなんか結構本当にスルスル喋るから。確かに、そうだから、リカって上手、器用だなってすごい思った。確かに意外とね、うん、やろうと思えばできるからね。そうそうそう、YDK だから。そ う、 そ う、 そ う、 そう、なんかおしゃべり上手なイメージ、うんうん、あとはありますか？うん、類はない。なんて質問だっけ。おいおいおい、帰れ帰れ。もうそういうとこだよ、そういうとこ。本当に。じゃあ次の質問いきましょう。はい、お願いします。はい、質問ありますか？もうないです。もうないですか？みんな覚えてる？最終回だけどできたよ、みんな。さっき言われちゃったのよ。なんか別に質問じゃなくても、うん、なんかコメント、面白そうなコメント来てたら拾ってくれていいんだよ。うん、オッケーオッケー。あのね、でもね、うん、あのね、朝日と優が出た心配されちゃった回の、うん、春のゲスト回、うん、大好評です。よかった。ちょっとアーカイブ見返します。ね、みんな。そうだね。アーカイブも残ってるからね。確かにね、過去の、ね、見てもらえれば、うん、見てくれればいいかなと思います。はい。ツイッターの方にもまだ質問来てたんですけど、読み切れなかった分は、うん、なんか直接シアターとかでお答えしますので。はいはい、はい、お願いします。みんな質問ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、ワンモアタイム曲を聴いてもらいたいと思います。はい、はい、次に聴いてもらう曲はさっきも話題になっていました、チューステのアルバムに収録されているカップリング曲のハーセントです。イエーイ。はい、とっても可愛い曲で、これは私たちの最新曲なので、うん、まだ聴いてない人はいないと思いますけども、うん、聴いてない人がいたらもう聴いてください。はい、お願いします。それでは聴いてください、ハーセント。
はい、ハーセント聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは最後にね、告知をしていきたいと思います、うん、はい、告知は3つありますね。まず1つ目は本日7月25日、夕方の7時半から、うん、ワラッポ放送局地元愛を語ろう都道府県ボリューム6に私ウランと翼が出演します。イエーイ。はい、そして2つ目、7月30日土曜日、メンバーのパンダ大好きゆゆちゃんのセットでカカカブブブキキキシアターにて開催されます。よいしょ。はい、そして最後に7月31日日曜日、はい、こちら渋谷スポティファイオークレストにて、うんうん、2代目選抜メンバーのラスト対バンがあります。うわー、これは来てみんな。ついにですね、2代目の選抜メンバーも31日をもって活動の幕を閉じるということで、もうね、見たくても見れないからね、はい、本当に本当にラストになりますので、うん、はい、皆さんね、今言った3つの告知、うん、全て、うん、公式のツイッターですね、はい、の方に詳細が書かれていますので、はい、ぜひ、うん、カカカブブブキキキの公式ツイッターをチェックしてチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、いや、もう間もなく2代目選抜も終わってしまうし、このラララジオももう残り時間短くなってきたということで、やばい、時を止める、時を止める、息止めようかな、よいしょ。なんか本当ね、なんかこのラジオが始まるって聞いた時がシアターでイベントの日だったんですよ、うん、そう、シアター、びっくりしたわ。そうそうそう、イベントだったよ。そう、イベント中にサプライズで急に私たちのシアター LED パネルが裏にあるんですけど、うん、そこにパンと、ねえ、カメラジオ初めてだったよね。そうだよ、今思い出した、ね、そうそうそう、うん、もう本当にびっくりしちゃって、うんうんうん、ラジオ、しかもこんなタマプラみたいな、すごいよな、もう本当に嬉しかったし、楽しみになってワクワクしてて、うんうん、でそれ毎週月曜日に、うん、でメンバー日替わりだったので、うん、なんかその毎日ここに来れてたわけじゃないんですけど、うんうんうん、毎週月曜日にカカカは必ずここに来ていて、ね、でタマプラってやっぱいいよねって今日思ったら、いい街だよ。なんか朝日はね、今日が初めての晴れなんだって。そう、ずっと雨で、雨なんだ、今日が初めて晴れたタマプラを見ました。そうだそうだ、めっちゃいいよね、よかった、最後に見れて。で今日夏休みにもう入ってるとのことで、うん、なんとこ の、 あの外にはちびっ子たちがちょっと今少なくなっちゃいましたけど、うん、すごかったね、そう、たくさんいてくれてて、うん、もう手振ったら手振り返してくれるので、さっきあれね、ラジオ体操してたよね。そうそうね、そう、ね、めっちゃ見てくれたよね。ね、可愛かった。だから多分私たち月曜の10時からということで、うん、普通のね、今日みたいな夏休みじゃない時は、うん、結構なんかシーンとしてる日もあったけど、うん、でもこうやって休みの日とか晴れてる日はすごい人がたくさんいらっしゃって、で噴水が目の前にあって、うん、もうなんかいい景色が見れましたね。ね、いつも毎週に本当に素敵な場所で。毎回飛び込みたいと思ってんだけどね。最後に飛び込む。じゃあちょっと行っちゃおうかな。待って待って、ちゃんと危ないので中には入らないから書いてある。3日目の前に書いてある。本当だ、じゃあやめとくわ。こっちに向かって書いてある。なんか私たちはこうやってシアターを持ってるグループなので、うん、ラジオが終わった後夜にシアターの出演があったりとか、うん、レッスンがあったりとか、うん、今日うーちゃんは特になんですけど夜にワロップの出演があるじゃない、ね、だそのまでの間に、うん、あのスタッフさんと一緒にタマプラでご飯食べるのが、そうそう、恒例のね、そうそう。もう本当に私はそれを楽しみに来てるって言ってたもんだよね。あれです、あのパン食べれる、あいい、ね、焼きたてが食べれるところとか、ね、あとあれ好き、クロワッサンたい焼き、たい焼き、そう、うん、そう、あのマネージャーさんがそこのポイントカードを集めて集めてくれてまして、で今日無事貯まるのかな、今日は6個食べればポイント貯まる、今日貯まるらしいよ、今日いいよいいよ、今日6個食べよう、ポイントがようやく貯まるということで、やったね、最終回にして別に溜まりました、ね、本当にもう惜しい、ね、こうやってタマプラでね、みんなで一緒に過ごせたことが本当に楽しかったなと思うし、うんうんうん、なんかね、ちょうどコメントにね、うん、コメントテックが質問来てたんだけど、うん、シオプーさんからね、シオプー特に質問ないですけど、今はタマプラなので歌舞伎町から世界へ飛躍してくださいっていう、おー、いいこと言うじゃん、なんか泣きそう、うん、泣きそう、多分ね、そんなに優しい気持ちでツイッターしてそうだよね、想像つくもん、シオプー、ちょっと煽ってらっしゃるけどね。
そしてねまたねあのね3この3ヶ月の思い出ありますかっていう、やっぱ聞きたいんだね、そうの来てて、そうメッセージでも来てたもんね。あ、そうだね、本当、はい、うんうんうん、なんかなんだかんだ見てくれてたみたいで、私なんか、うんうん、やっぱラジオ始めるの、まあ、みんな初めてだと思うんだけど、うんうん、そのコメント来るのかなとか、うんうん、あ、そうだね、そう聞いてくれる人いるのかなっていうのも心配で、ね、この FM サルさんで他のチャンネルとかもあるじゃないですか、いろいろやってるのが、うん、だからなんか私たちがこの枠をいただいて、うん、ちゃんといろんな方に私たちでなんかちょっと嫌だとか思われないかなとか、うん、すごいいろいろ考えちゃって始めたこともあったんだけど、うん、なんかそうコメント YouTube だったり Twitter だったりこういうメッセージもねメールで送ってくれる方とかもいて、うん、毎週ねすごい嬉しいなって思って、うん、あの自分が出ない回も楽しく聞いてたし出る回も楽しく過ごせてたから、うん、すごい嬉しいなと思いますね、はい、泣きそうです。いや泣かないで泣かないででも本当にこのグループはこうやってたくさんの終わりを迎える特徴的なグループだと私は思ってて、本当さっきも言ったけどその都度たくさん泣いて、で泣いた分だけすごい強くなって、うん、次の3代目にバトンっていうかタスキを渡すグループなので、なんかこうやって初代がやってくれたものを2代目が受け継いで、で2代目がやってきたものを3代目に受け継いで、そしてこれからもみんなで引き継ぎながらみんなで頑張っていきたいなと思っております。そうですね、一つ何か終わるということはまた新たに何かが始まる。そうです、ということでも終わりは始まりからね。そういうことです、はい、いいこと言った。なので2代このラジオはもう間もなく終了になってしまうんですけど、はい、2代目の活動はあともう少しだけ、あともう1回だけ対バンがありますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただいて、うん、私たちの努力とね頑張りと青春を見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、はいはい、それでは皆さん心残りないですか？ない、もう喋ったね、はい、喋ったね、ありがとう、はい、本当に。では皆さん最後まで聞いていただいて、うん、本当に本当にありがとうございました。それでは最後は私たちの初めてのオリジナルソングかかかまってを聞いてお別れしたいと思います、はい、それではいきますよ、はい、うん、それでは皆さん聞いてください、かかかまって。